おにぎりってすごいシンプルですけど日本人みんな好きですし、なんか手で作って手で食べるんで、まあ、お客さんと顔を合わせて、まあ、心を込めて作ったりすると美味しいよって言ってもらえた時に僕もすごく嬉しくて、もともとおにぎりって お母さんとかがねお家で作ってくれるおにぎりだと思うんですけど、なんかそういうパワーが出る感じのことをとしておにぎりってすごくいいんじゃないかなと思っておにぎり屋さんをしたいなと思いました。おすすめはやっぱり変わり種もありますけど、鮭とか梅とかシンプルなオーソドックスなやつが一番お米の味も分かるしいいと思いますね。良くも悪くもおにぎりってこう人間が出ると思うんで、自然体の自分で いようと思って、まあ、無理してこう愛情愛情とかじゃなくて、まあ、機嫌が悪い時はそれでもいいし、まあ、自分らしくいたら、まあ、食べる側の人もあすごい笑って楽しそうだなとか、なんか今日は厳しくてなんかピリッとしてるなとか、まあ、そういう人間味が出ればと思ってるんで、まあ笑ってればベストですけれどもそうじゃない時もあったりしますっていう感じです。